日照時間とは、気象台やアメダスなど日照系により観測される太陽が照った時間数のことである。日照時間は、1日のうちで日照系で測定される直達日射量が120ワット毎平方メートル以上である時間と定義される。日照なしの目安は直射光によって物体の影が認められない程度。太陽電池式日照系と日射系その他、 過去に日本の気象庁で使われていた日照時間の測器として太陽光を休憩ガラスで就合し紙面にできた焦げ跡から日照時間を求めるカンベル式日照系、青写真観光子上にピンホールからの日光による像を記録するジョルダン式日照系などがある。両者とも電気的な部品や処理など必要なく設置場所さえあればどこでも設置が可能である。 反面、人的な交換、保守が必要であること。普段用いる時刻が適用できないといった弊害がある。異なる種類の日照系により、日照時間を観測する場合は、注意が必要である。なぜなら、即近により観測値が異なるためである。また天気に関かかわらず山岳部などの地形では、山陰に入る面があるため、日照時間が短くなる。 降水量が少ない地域で日照時間が多い傾向がある。また、過照時間が井戸の関係で長い地域でも日照時間が多い。過照時間に対する日照時間の割合を日照率パーセントで示すことがある。ちなみに、気候別に見ると亜熱帯高圧帯の影響が大きいもしくは大陸の内陸に存在する乾燥帯や地中海性気候の地域。 亜寒帯等気象雨気候の地域など、大陸性の乾燥した気候を示す地域では、日照時間は多い。逆に、温帯湿潤気候、亜熱帯型の温帯化雨気候のモンスーンのある地域、赤道低圧帯の周辺部にある熱帯の地域や、偏西風の降雨の影響が一年中ある、西岸海洋性気候、高緯度低圧帯の影響下にある寒帯の地域では、 日照時間が少ない傾向がある。日本各地の年間日照時間は、おおむね1500時間から2200時間程度、気象台及びアメダスの平均値は、約1850時間程度となっており、世界平均の約2500時間より短い。理由としては、日本が島国かつ中井戸の大陸東岸に位置する、モンスーン地域に当たるためである。 日本各地の日照時間の長短には四季によって特徴が見られる。ありがとうございます。